オンコチシンみたいな感じなんですが、常にいろんなものが生まれてくる。昔の技法を忘れないで美味しい中国料理を作っていこうと。魚介類っていうのは本当に旬を表現しやすいんですよね。魚介類の新しい一面だったりとか、体験してないようなその魚介類の味ですね、提供したいなっていうふうに思ってますね。身がしっかりしてて、切った時に身がギラギラ見える、七色に光るような身、油がしっかり乗ってるなと。鮮度がいいのでいろんな食べ方ができるんですけど、炒めてよし、揚げてよし、煮込んでよし、蒸してよし。油が乗っていて身質もきめ細かくて、皮のゼラチン質ですね、クエの魅力の一つなので、フランス語でポシェって言うんですけど、お魚のお出汁の中で火を入れることで皮目のゼラチン質がですね、プルプルの状態になると思いますので、このマハタは淡白だけど味わいが乗ってる。皮のもちもち感、身の弾力、脂の乗った感じ、中国の人の好みの味だと思います。品質が多分安定してるんだろうなっていうのと、臭みがなくて鮮度が非常にいいので、海外の方も美味しく召し上がっていただけるかなと思いますね。マハタの皮の食感、身の食感、味わいをお楽しみください。皮面はパリッと、身はしっとりと焼き上げたクエに、菜の花を使って仕上げたほろ苦く濃厚なソースを合わせました。